シングルマッチがありました。ミックスではありながら非常に面白い味を出します。そしてこの人 CM パンク、まだそこも知れない魅力があります。チャンピオンベストが決まります。今日はいわゆる日本側ということになりますが、バーサスアシッド、そして日高郁人であります。昨日は坂田渡と国吉、アンダーソンパンク組と対戦をしました。そして星川直宏のコールに大きな拍手です。さあ金沢さん、はい、個性派が揃ったこの対戦ですがね、はい、何を楽しみにしましょう。そうですね、動ける6選手揃いました。ですね、スピーディーな試合になると思うんですよね。その中でやはりね、キーを握るのはね、うまさのアンダーソン、そして星川のリーダーシップでしょうね。ジョシュ・ダニエルズ、はい、星川と対戦しましたかね、はい、印象どうですか。そうですね、もう久しぶりに日本マット界で見た、伝統的カルガリースタイルというんでしょうかね、はい、ストロングプロレスですよね。ダイナマイトキットをするようなね、久しぶりに面白いファイター来ましたよね、はい。さあゴングです。誰が先陣を切りますか。おーエース同士ということになりますが、今ご覧のように CW アンダーソンとそして星川が相対峙します。まずはキック、解説がありの右足のキックでいきましたロー、そしてこちら CW アンダーソンです。堀野がいない今のこの時期にアンダーソンがこの外国人選手まとめ上げる格好になります。もう完全な堀野調です。タイムという言い方も完全に日本語調になってましたね。そうですね、非常に優しい目をしていますが、そこはしたたかな、非常にしたたかな戦い方をしますシード・ランダーソン。さあ変わって入りました。この人がまだ底知れぬ道の力なんです、 CM パンク。そうですね、ちょっとね話聞いてみたら、はい、昨日なんかもペプシっていうね、ボード出てましたよね。出てました。ちょうどあれタトゥーらしいんですけどね、左腕にはい、ブルーとレッドのタトゥーがありますね、はい、あれがちょっとそのペプシのマークに似てるということで、ペプシっていうニックネームらしいんですよ。そうですか、そして CM というのは、クッキーモンスターって言ってましたね。あ、そうですか。何の意味かよくわかんないです。クッキーモンスターといえばセサミストリートの、ね、キャラですよね、はい、もしかしたらそれなのかなと思いましたね。いや昨日は実は後楽園ホールで私と金沢さんというコンビでこれ中継をしたわけなんです、はい、驚いたんですが、CM パンクに大変なその歓声と、それからボードが上がりまして ね今お話のようにペプシというのが随分出ておりまして、ウェルカムトゥージャパン、そしてこの CM パンクを歓迎するぞというのがありましたが、私てっきりペプシマークだと思ってました。やっぱりね、マニアからはね非常にね知られている存在でね、今インディペンデントで一番人気のある ROH という団体ありますよね、はい、まあ、ポール・ランドンやマイケル・シェーン、そうですね、まあ、今新日本によく上がっているカレーマンとか、はい、あとキング・ジョーですよね、こういう選手が上がっているところで、まあ、彼トップらしいですね。そうですね、今ね、かつての ECW のトップだったレイベン、レイベンとね構想を展開中らしいんですよね。そうですか、ですから、まあ、れっきとした人気団体のトップ選手ですね。なるほどね、そうすると本当に謎なのがこの人なんです。そうなんですよね、どうもプロフィールかよくわからないんですよ、ジョシュ・ダニエルスと、そしてバンサックアシッドです。バンサックアシッドではもうゼロワンでおなじみ、この人も非常にトリッキーな蹴り、そしてトリッキーな動き、ファンが随分多くなりました。一つ一つに気迫のある動きを見せます。まるでムエタイ式というよりも何かカンフーの身を切るような ね、 そ, うですね、そんな動きですよね、最初この人もこのゼロワンのリングに上がった時には一体何者かと思いましたが、もういきなりファンの心は掴んだようですね。そうですね、いきなり本当に怪しげに入ってきたんですけどもね。そうですよね、今もうすっかりお馴染みになりましたよね。はい、バンサックアシッドは今日は日本側ということになりました。いやこれ面白い対戦ですね、バンサックアシッド、そしてジョシュ・ダニエルズ、ひょっとしたらこういうところから一つの名勝負が生まれる可能性もあります。
我々がゼロワンの舞台で最初にローキーを見たときもびっくりしましたからね。さあここでワンセットアシットを行いまして、そして今シーダブルアンダーソンです。もちろんプロレスのキャリアははるかに上回ります。シーダブルアンダーソンが果たしてワンセットアシット相手にどう戦いますか。試合巧者ぶりを発揮するかどうか。得意の蹴り、非常にこの蹴りに威力があります。飛べる6人というふうにご紹介しましたが、水平チョップ、ここはやっぱり日高出てきますね。日高ですね、昨日後楽園ホールでね、ホール取られてますよね。そうですよね、屈辱でしたからね、はい、日高はそれを重々承知、大阪の舞台で借りを返しますか。どうだ、CW アンダーソンがちょっと捕まった格好になりました。上日高です。ご覧のように鬱血しますと顔面が真っ赤になります。CW アンダーソンです。コリノがいる頃にはどうしてもコリノの控えのようなね、おとなしめのキャラになります。そうですね、こういう舞台になりますと当然これエースということになります。まあ、あの2にはアンダーソンの方が受けるみたいですね。そのようですね、そのようですね。ちょっとあのコリノの場合2から